にちは、エキスパースの吉香です。エキスパース35号に乗っているエスペランス&アルバニーのエスペランスについてお話をしたいと思います。1週間かけて取材に行ってきました。アルバニーに関してはこちらの動画で紹介しているので、ぜひご覧ください。詳しくは概要欄に貼ってます。パースからエスペランスですね。パースここで、エスペランスがここなんですが、この間にですね、ウェーブロック、皆さんご存知 あのサーフィンできる大きい岩が、あの行く途中、エスペランスに行く途中にあるんですけど、そのウェーブロックに行きつつ、エスペランス行ってきました。とっても取材の時ラッキーだったんですけど、その名の通りラッキーベイっていう、カンガルーラッキーなベイがあります。このラッキーベイなんですけど、もう見てください、この透き通るような海、やばかったです。あの本当にね、綺麗なものに出会ったら言葉が出ないって本当なんやなって改めて思いました。こう、うわすごいなっていう感動って、もう西オーストラリア州にいてたらめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。このラッキーベイに行くまでの道のりなんですけど、ジュラシックパーク、もうそれくらいの時代に飛んだかのような雰囲気の自然がずっと広がってるんですよ。大きい岩が見えてたりとか、そういう雰囲気をくぐり抜けて着くのがこのラッキーベイなんですね。なので旅が好きな人とかにはもうもってこいだし、たまらない魅力がいっぱい詰まってるところだと思います。まあ、カンガルー、まあ、いるのはいるんですけど、絶対に会えるわけではないので、会えるかな、大丈夫かな、写真撮れるかな。いました、2匹。人間に多分慣れてるんでしょうね。ビーチでみんな写真撮るし、見慣れてるかもしれないんで、一緒に写真を撮れたっていう経緯があります。まあ、本当はねこのビーチで泳ぎたかったんですけどね、まあ、ちょっとあの取材っていうところもありましたので、時間がなく、あの次のところに向かったわけなんですけれども、見張りたかった。まあ、あのこういうカンガルーに会えるラッキーなベイです。でそのラッキーベイと同じ名前がついているラッキーブリューイングっていう、まあ、ビール工場なんですけど、まあ、ビールで使用されてる原料っていうのが、この地元のエスペランスの材料を使ってビールを作りたいっていうので、まあ、その農場とか直接いろいろこうやり取りをされていて、まあ、ビールが出来上がっているっていう、まあ、歴史があります。エスペランスの地名とか歴史にちなんだものばかりなので、お土産とかにもねすごく最適なビールだと思います。この取材の時に、実はちっちゃいカンガルーがいるんだよってお話をしてくださって、ちっちゃいカンガルー、ん、なんやって思ったら、もう本当にビビーカンガルーを抱っこして持ってきてくださって、どうしたんですかって聞いたら、まあ、お母さんが亡くなっていて、まあ、保護してるんですってお話をされていて、オーストラリアならではのお話だなって感動したんですが、ものすごいこのベビーカンガルーがめちゃめちゃ可愛かったんですよ。あの編集部ものすごく動物が好きなので、特にそのモフモフしたのとか、ものすっごい可愛かったですね。このグレートオーシャンドライブっていう、ずっと向こうの方まで車でねドライブできるっていうのがあって、自分の好きなポイントであのビーチに降りることができます。エスペランスのシティ中心からもう車で10分15分くらいで、ものすごく近いんですよ。エスペランスのカフェとかに行くとドライブのマップっていうのがあの配布されてたりとかするので、あのぜひそれ撮ってあの行ってみてください。でその中でもあの私がおすすめしたいなって思ってるのがトワイライトコーブです。内海みたいな感じで、すごく波も穏やかなので、お子さんとか家族連れとかのいろんなあの人でにぎわってましたね。海の中にこんなに大きい岩あるみたいな、でその大きな岩のところまで男の子たちのグループが泳ぎに行って、誰が早く着くかみたいなこともしてたので、いろんな人が楽しめるところかなと思います。で他にもオブザーバトリーポイントっていうところなんですけど、こう駐車場行くと右と左とであのポイントが2つに分かれてるんですよ。右の方がなんかよくみんな行ってるんですけど、左の方に行くとこの急な階段がずっとビーチの方まで降りていってる、もうアドベンチャーみたいな空間が広がっているところがあります。右ももちろんすごく展望台があって綺麗に見えるんですけど、私がおすすめしたいのは左側になります。なので左側の階段を降りて、ぜひビーチ楽しんでみてください。この階段にいるだけでもめっちゃ楽しいです。であとはですカフェはですね、ものすごくこうローカルのみんなに愛されているカフェがすごく多かったです。皆さんすごくこうエスペランスというか地元が大好きっていう方がすごく多かったので、ここのビーチ僕のおすすめだよとか、ここ行ってみたとか、こうすごくいろいろアドバイスしてくれるんですね。なんかおすすめがもう尽きないっていうか、皆さんエスペランスがすごく好きなんだなっていう風にあの取材をしていて思いました。エスペランスの市内にあるテイラーストリートクォーターズっていうところなんですが、海辺のレストランなんですけど、まあ、地元で採れたその魚介類だったりとかのお魚、海の幸っていうのを料理に使われています。タコのねお料理とかもものすごいこう柔らかくて、噛まなくても飲み込めちゃう、それ
それくらいこうキュッて凝縮されて柔らかいタコを提供されていたり、プレートのデザインとかもすごくこう洗礼されているあのレストランになります。詳細はエスペランス&アルバニー号35号ですね、もしくはあのエキスパースのウェブサイト、インスタでも確認できます。でウェブサイト、インスタの詳細は概要欄にリンク先を貼ってるので、ぜひ覗いてみてください。では次の動画でお会いしましょう。よしかでした。バイバイ。